皆さんこんにちは、サンタです。今日の動画はですね、僕今年初めて電車を乗った日の動画です。しかし本当に忙しかったので動画が短いです。美容室行って髪の毛切って、あとその近くが上野公園だったので、上野公園5分ぐらい、あ、これかこれか、わあ。その後学校でテストがあったので、あんまり動画とか撮らなかったです。しかし本当に僕には大切な時間だったので動画をアップしたかったです。やば、上野、桜本当に美しいじゃないんですか。あ、どうしよう、どっち行こうか。正直韓国ではお母さんがよくね、桜見に公園とか一緒に行かないって言っても、僕はいつも桜なんてまあテレビで見た方がいいんじゃないの、まあ、面倒面倒面倒、行かない行かない、こんな息子だったんですけれども、日本に来て本当にまあ、はあ、桜、そこやば、階段やば、はあ、日本に来てからなんか本当になんか運動とかまあしたことなかったので、この階段見たとき本当に死にそうだったです。わお、はあ、何ヶ月ぶりに外で撮影することだったので本当に恥ずかしかったです。僕 YouTuber なんですけれども、外で撮影することを今まだ恥ずかしいです。ねえ、なんだかわからないんですけれども、上野公園本当に広いですよね。この地図見て、まあ、実は10分ぐらいなら上野公園全部見ることができるんだと思っていたんですけれども、その地図を見て諦めました。地図、地図、これ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 、日本語でなんだかわからないんですけれども、これ日本っぽくな雰囲気、これ今も僕気になることがあるんですけれども、これこうするんでしょ、手を洗うでしょ、その後なんかこれするんですか、この水を飲みますか。手を洗うのはまあ今知ってるけど、これを飲むのか、これをするのか、これ誰か教えてくださいね。これは前から気になったことだったんです。広いな、これやってみたい、これもこれもこれも日本っぽくな、あー、いつかそれ変えてみたいな。3分ここに来ました。なんかもっと見たいんですけど、今学校行かなければならないので、上野は今度また来ます。あ、見たい、今度また来ますね。本当に短いですよね、ごめんなさい。で、帰る前に見たんですけれども、この先生は誰でしょうか。じゃあね、テレビと、いらっしゃるんですか。久しぶり、今年初めて学校の近くの駅に来ました。まあ知ってる人は知ってるんだと思っているんですけれども、はい、高野馬場駅です。はい、そうです。まあなんか2ヶ月ぶりか、もう来週からはまあ春休み、今緊張、はあ、懐かしい、あちら辺なんですけど、春休みの時は気をつけながら公園も行ったり、少しでも回収中するつもりです。待って、まあ、授業来ます。この日テストの日だったんですけれども、エレベーター、学校のエレベーター禁止だったんです。利用禁止、テストする場所が建物の7階だったんですけれども、本当に死にそうだったです。やばい、これ演技じゃないです、本当に死にそうだったです。7回、皆さん本当にごめんなさいです。この動画は本当に誠意がない動画だと思っているんですけれども、これは僕の日本生活の思い出だったので、はい、アップした方です。本当にまあ3ヶ月ぶり2ヶ月ぶりに電車を乗ってなんか回収した日だったので、この動画でもアップした方です。